Thank you.
さそりさん、申し訳ございません。私はちょっと気が変わってしまいました。このまま私はみんなと霊柩車でぶっ放したい。ピエロ皆さんも申し訳ございません。地獄からできてま、地獄からやってきま、スキッツォードマンだ。イエーイ。でも演奏だけじゃ伝わらないこともあるから、一つだけ二個ぐらい言います。一がうるさい。1月2日私たち新しいアルバムが出ます。そして8月27日大阪なんだけど、レコ発企画やるよ。OK、 いいか。葬式と結婚式と
スキッツウドマンのレコーツは縁起物だから参加するんだよ。交通費出しません。OK、 地獄からできました。スキッツウドマンでした。今日は最高の一日をどうもありがとうございました。